はい、皆様おはこんばんちは、ユークチューブのお時間です。このチャンネルはビーズ大好きユークスターダストがただただビーズ中心に語り尽くすプログラムでございます。今回のテーマはビーズのツアーロゴ発表です。さて、2ヶ月ぶりの更新となってしまいました。なんやかんやでね、忙しくてなかなか更新できなくて申し訳ないですね。これからもね、なんとかマイペースでやりますので、決してやめませんのでね、どうぞよろしくお願いいたします。さあ、いよいよビーズ夏の30周年ライブツアー、ビーズライブジンプレジャー2018ヒロトリーのツアーロゴが発表となりました。ダサン、 いいね、かっこいいね。皆さんこの時代には見覚えありますよね。そうです、大ヒットシングル Love Phantom のジャケットロゴと同じ時代でございます。今回の火の鳥に関してはね、Love Phantom となんか関係あるのではないかと、前々から噂されておりました。徐々に現実味を帯びてきましたね。噂の一部に関しては現在開催中の Viz 30th Year エキシビションでもね、ヒントが出ておりましたんでね、まだ行ってない方もいらっしゃると思うので、これ以上はちょっと言うのは控えようかなと思いますけども、やっぱり火の鳥ね、ラブファントムと関係があるということで、ライブが楽しみになってまいりましたね。ツアー開始も日に日に近づいてきているということでね、本当にまあ、さっきも言いましたけど楽しみなところではございます。で以前のね動画でもお話をしていたんですけれども、参戦したい、もうここだけは行きたいと願っていたね、ライブの日時がなんとか参戦が決まりましたんで、合わせて報告したいなと思っております。まず7月14日の仙台の初日です。本当はその次の日も行きたかったんですけども、仙台はまず1日だけでお預けということで、その後のビーズデビュー日でもあります9月21日の味の素スタジアムに、急遽参戦することが決まりました。ここはね、友人の計らいで、一緒に行こうと、誘っていただきましたもんでね、もうせっかくなので行ってこようと思っております。で、そして前からも言ってますけども、自分の誕生日でもあります9月22日の千秋楽、いやー、ここはもっとどうしても行きたかったんですよね。なんとかね、行けることになりまして、9月はビーズのデビュー記念日を、21日、こちらお祝いしながら、翌日には、ね、自分の誕生日にビーズと一緒の空間で楽しめるという、なんていうこのね、幸せ者なんでしょうと、いうところでね、本当に楽しみに、しているところでございます。嬉しい限りでございます。せっかくなんでね、この7月14日、9月21日、同じく22日、この3日間ね、ライブ会場で会えるブラザーさんおりましたら、ぜひとも、見送りしたいなと思っております。以前もね、ビッグナイトツアーなんかでも、あちこちでね、いろんなブラザーさんとお会いすることができて非常に、楽しかったなと、思っております。とさらにね、ついでなんでね、ゆうくちゃん出没情報です。まあそんな情報いらんっていう ところなんですけども、6月の1日金曜日、もう今週ですね、今週の金曜日なんですが、朝から、有楽町、ね、東京有楽町エキシビションのね、会場でうろうろしてると思います。もう早朝からね、並んでいると思いますんでね、見かけたらぜひ声をかけてくださいねと。いうことで今回はここまででございます。お相手はユークスターダストでした。それではまた次回です。せーの、お疲れ。